とということでね、今日はね、えー、春菜舞さんの得た否認発言について、あれ、春菜舞さん、悪くないですね、うん。別に逆張りしてるわけじゃなくて、悪くないでしょていうか、逆にね、あれ、悪いっていう人がいたら、じゃあ、なんで悪いのっていうことをね、理論的に説明してほしいんですよ。どうせ説明できないんだろうけど。まず、じゃあ、得た否認ってアイドルが言ったからって、じゃあ、誰が損するんですかっていう話なんですよ。まあ、損する人なんて、まあ、まずいないというかね。 いたとしますよ損すよ損る人が例えばじゃあね、うん、よく言われるのがこういまだに差別で苦しんでる人がいるとか言うけどもまあまずそういうことを言ってる人っていうのはまずお前には関係ないじゃんっていうことになるしじゃあその差別で苦しんでる人をじゃあ連れてきてみろっていうことになると大抵連れてこれないんですよね。でじゃあじゃあ仮に連れて,てき連れてきましたっていう話になると、うん さっきのど、さっきの音声っこんな連中ですよ。こんな奴らのためにね、こんな奴らのお気持ちを汲む必要なんて絶対まずないわけですよね、まず。うん。で、あの、由緒正しい得た否認の子孫っていう人も当然いるわけですよ。あの、古文書となんかなんかからね、突き止められる人っているんだけど、僕もそういう人に何かあったけども、あの、この得た否認とかね、そういうことをね、アイドルが言ったからって言って怒るような人なんてね、どこにもいないですから。 むしろそ,のそれで怒ったりいちゃもんつけるのはこれエセ人権やエセ同話とかそんなんですからね。で今回の問題はやっぱりねその出版とかね放送関係のその辺のなんかおかしな論理にね侵された人が YouTube にそういうことを持ち込んだんでしょううねねなんで、ね、出版とかそういうね。 メディア関係の人はこの得た否認だとかね、このブラック関係のものを恐れるかって言ったらね、まあそれは過去のいろんな経緯があるんで、あるんだけど、ここ最近のね、ここ何十年とかそういう話をすると、もう大体もう分かってて、もうピンポイントでね、あの、人間出版の小林賢事が悪いんです。あいつが、その、 ね、あれが差別号だとか言ってね、そうやって、ね、メディアに語って怪しい商売してたんですよ。で、それのやり方があまりにもまずすぎて、解放同盟からも除名されたぐらいですから、ああいう、そういううさんくさい人たちが関わってるんですよ。で、それで、何にも知らないね、クソ真面目な人が、そういう人たちを持ち上げて、いや、差別発言をするのはダメだとか言って言うわけですよ。でも、よく考えてみたらね、じゃあ、それで誰が損するのっていう話ですよ。ね。 アイドルをね、活動自粛に追い込むっていう方がおかしいじゃないですか。もうそれっていじめじゃないですか。パワハラじゃないですか。ね。人権侵害でしょ、まあ、人権、人権って言ったからやってることはいじめじゃないですかね。うん。だから、えー、こういうね、おかしなね、ことはね、いい加減やめた方がいいんじゃないかと思います。だから、うん、今回ね、じゃあ得た日に発言に対してどうすべ、どうするべきだったか。まあどうするも何も、何もしないっていうのは実は一番正しいわけです。ただそれでもね、 こういうね、エセ同話団体、まあ、解放同盟とか、あとはあの、法務省人権擁護局とか、しつこく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 なんかいチちゃンもんついてくることがあるんだけども、じゃあそういう場合どうするかっていうことなんだけど、やっぱおすすめはね、この本チャンネル神奈川県人権啓発センターに登録してですね、うん、それでなんかいチちゃンもんついてくる人がいたら、いえいえ、あの、うちはね、 ブラック問題についての啓発は神奈川県人権啓発センターさんにお願いしていますと。今回の春菜舞さんの件についても、もうこの神奈川県人権啓発センターさんに、ね、この啓発を一任しますので、えーえー、あの、結構ですよと。まあそういうふうにね、言っていただければ。まあね、あのブラック差別解消推進法でね、教育とか啓発とか相談とか、そういうことが法律で定められてるけども、まあそれは誰が、 やるべきかなんか、そういうことまで効率に細かく書いてないんでね。ここは一つね、もうこの、デッキとした人権センターであるね、神奈川県人権センターに一人ということでいいんじゃないでしょうか。ということで今日のあの、啓発動画でした。